にちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットは始めていきましょう。今回はスカディア奈良11人のチームですね。今日見せたい。チアボールをすればいい。いいぞ、フリー。コーナーキックのチャンスです。仕方が悪いか。チアボールをスローイン。もえ。いいな、決めました。先取点。ディフェンダーをかいくぐって1点取りました。ちょっと不用意だ。前半もあとわずか。これ前半終了。いい答えを使い切ります。
フォローしてるね。さあ、ちょっと点のチャンスと思ったんだが、さすがに簡単にはいかない。パルエスね。おっと、ここでアイカーがイエローカードを食らいました。さあ、ここ気をつけろ。作るが結構溜まってきてますね。気をつけないな。あかんかん、かなり激しい攻撃をアスカリアが見せてきております。サチコ、うーん、バーに嫌われた。追加点欲しかった。結構2回危ないシーンがある。これに出るかな。おっと、さつきが速い。もう滑り込んで2号の追加点。いいとこで点取ってくれましたね。逆サイドでさつきですね。そしてそこにいた萌が滑り込んできました。ディフェンダーの萌が点を取ります。シャータイム2分、ちょっと足りないか。ここで試合終了、2対0勝利です。そして2点目、逆サイドからさつきを弾丸。そこに萌がいた。これほど追加点でした。支配率も高いですね。課題4つ。さあ、課題を5つ追加です。さあ、これ でまだ6点差ですね。いますよ、大阪もしっかり勝っています。一方、チェスト鹿児島とは8点差、大きく差が広がってますね。3年連続優勝は難しいかな。そして机は我慢ですね。久しぶりにちょっと練習やりましょう。
全に勢いを失っています。僕もやっていきます。なるべく中断をやることが大事です。ファインドシュート、これはやっぱり中断でいきたいですね。ミラクルループ、この辺り今回あえて特訓を見せました。スパタガマ戦ですね。どんなチームなんだろう。疲れて結構って、川島がかなり疲れてる、さらに疲れてる選手が多い。フィジカルがすごい強いですね。また走力も強く、ここで押し切れたら怖いです。去年2位のチームですね。タフなチームと言っていいでしょう。下に打ち勝っていかなければなりません。しっかり勝っていきましょう。ということで、今回の試合は勝つことができました。次回も勝っていきましょう。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いいたします。概要欄はブログ、ツイッターのツイッターおよびプレイリストアドレス記載しております。ぜひこれらご覧ください。ツイッターのフォローお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。